どうもピンゴジさんです。今回のテーマはこちら、今回ですね、星のカービィの刹那の見切りの作り方ということで、こちらですね YouTube の方で、コメントでですね、リクエストをいただいていたので、そちらに答えていきたいと思います。で、どんなゲームかというと、はい、旗を押すとですね、はい、このように勝負が始まって、この後合図が出るんですが、合図に合わせて切りかかります。はい、このようにタイミングは今回は猫の方が早かったので、まあ、猫の勝ちというようなことになります。このゲームですね、すごく単純で、コードも簡単に作れるんですけど、まあ、ゲームとしてはすごく面白いので、ぜひ皆さん作ってみてもらえればなというふうに思います。このチャンネルではいろいろなゲームの作り方からコードの解説までしていますので、ぜひですねチャンネル登録の方よろしくお願いします。またですね、 YouTube ショートの方では皆さんの作品の紹介も募集していますので、ぜひご応募の方をお願いします。では解説していきます。はい、ではですね、新しいプロジェクト開いてもらって、今回はこの猫と、はい、もう一人ですねプレイヤーとして、はい、動物の中にある、はい、このペンギンを使っていきたいと思います。はい、で、ペンギンのコスチュームなんですが、いろんな向きがあるんですが、はい、この一番下のだけ使うので、この上の方はこれ全部、はい、消しておいてですね、はい、で、この向きですね、向きを左向きにしてあげます。で、これコードで左向きにするっていうのもあるんですが、もう今回はこれをぐーっとこう全部選んで、はい、左右反転でもう左向きにしてしまいましょう。はい、こうですね。はい、で、これで、はい、コードに行って、まずは猫から書いていきましょうかね。猫の、はい、コードで、はい、まずは配置なんですが、イベントで旗が押された時に猫の位置はですね、今回はX 座標をマイナス50、Y 座標をマイナス50に置いて、大きさを、はい、50% にしてあげましょう。はい。はい、で、これ旗を押すと、ここですね、ここにいると。で、ペンギンの方に次行って、ペンギンは旗が押されたときに、X 座標、Y 座標を、はい、X 座標を50。Y 座標をマイナス50にしてですね、ペンギンの方は見た目の大きさを 40% ぐらいにするとちょうどいい大きさになります。まあ、こんな感じです。で、ここからスタートと。で、ここからスタートで切り合うというようなことでやっていきたいと思います。はい、ではですね、ここから、合図が出たら、切り合うっていうことにしたいので、はい、合図のスプライトを作っていきたいと思います。はい、新しいスプライトを描くからですね、はい、このテキストを選んであげて、はい、ここにびっくりマークを書きます。で、びっくりマークを少しこうずーぐーっと大きくして、はい、こうですね。で、これがこの間に、2人の間にこのように出てくることによって、で、はい、合図になるというようなイメージになります。はい、では、コードを書きますが、イベントで旗が押された時、 X 座標、 Y 座標を、 X 座標は真ん中なので0、 Y 座標はマイナス40にしておきましょう。はい、そして、最初は隠しておきます。隠しておいて、で、何秒か待つというので、これあとここの中は乱数にしていきますが、一旦1秒待つにしておいて、はい、で1秒待ったら表示をするというふうにしましょう。そうすると旗を押します。1秒待つとポンと出てくるということになります。で、出てきたら、お互いが切り合って、反応が早い方が勝ちというふうにしたいんですが、これびっくりマーク出たら、少し待って0.5 秒待って、で、隠してしまいましょう。はい、そうすると旗をします。1秒経つ、出てくる、消えるって感じですね。はい、で、この合図が出たら、切り合うっていうことになるんですけど、この合図が出た時間っていうのを、このタイマーというのを今回使って、はい、何秒後に、合図が出たかっていうのを見れるようにします。で、調べるで、タイマーをリセットというのがあるので、旗が押されたらここのタイミングでもうタイマーをリセットしてしまいます。そして、はい、1秒を待って、はい、変数でですね、はい、合図という、
はい、変数を作って、はい、で、合図を、はい、調べるでタイマーにするというふうにします。そうすると、この合図の数字見ておいてほしいんですが、はい、こうですね、まあ、若干1秒で遅れて 1.015 秒というふうになりましたが、 1.015 秒後に、びっくりマークが出たということになります。でこれを例えば、はい、1.00、あ、ごめんなさい、これをですね、乱数で、何々から何々までの乱数で 1.001 秒から、はい、2.999 までの乱数待つっていうふうにすると、はい、この旗を押します。これ出てくるのを待って、ピコ出てきた、これ今回は 2.376 秒後に出てきたよということになります。でこの合図の秒数より後に、はい、この反応をさせるということになります。これより先に反応してしまうとフライングということになってしまいますね。で、この、はい、まずはこの猫の反応なんですけど、猫は、はい、A ボタンで反応するようにしたいと思います。はい、イベントですね、何々キーが押された時というのがあるので、猫は A ですね、 A キーが押された時に、はい、ここで変数でこのプレイヤー1、猫のタイミングを作っていきたいと思います。これは P1 にしたいとして、OK ですね。で、P1 をこれも、調べるでタイマーにするというふうにします。で同様にペンギンの方は、はい、ペンギンはですね、イベントで何々キーが押された時、これがペンギンの方は L にしたいと思います。まあ、キーボードの右の方にある L、HIJKL ですね。L キーが押されたときに、はい、で、変数を、P2 という変数を作って、P2 を、はい、ここをまた、タイマーにするというふうにします。はい、そうするとですね、今この合図 P1、P2 というのがありますが、旗を押します。で、合図が出たとともに こんな感じでですね、今はわざと遅く反応させましたが、合図が 2.791 秒後に出て、 P1 は 3.385 秒に反応して、P2 は 3.748 秒に反応した。つまりこれは P1 の方が、反応が早いので P1 の方が勝ちということですね。もう一回やってみましょう。旗を押します。次は早く反応したいと思います。こんな感じですね。はい、今回は 2.772 秒で合図が出て 3.168 と 3.201 なので、今回も猫の勝ちということになるということですね。はい、そうしたら次に、はい、この猫とペンギンが、はい、このボタンを押したらシャッとですね、動くようにしたいと思います。ではここにですね、はい、A キーが押された時で、ここにもし何々ならでなければというのを入れて、これはあの合図より前に反応してしまったらもうフライングになって終わりになってしまうので、ここに条件で演算で、はい、合図より変数の合図ですね、で、P1 の方が大きいってことがまずは絶対に条件になりますと。そうでなければもうここイベントでメッセージで、P1 フライングというもメッセージを送って、で、もう全てを終了するというふうにしてしまいましょう。全てを止めるですね。はい、そうでなければさっとこう切りかかるということになりますので、はい、切りかかる動きは、はい、何々回繰り返すというのを入れて、ここで、X 座標を何々ずつ変える、これを今回は80ずつ2回にしましょう。はい、どういうことかというと、旗を押します。びっくりマークが出たらシャッと、こうですね、こう切りかかるということになります。でそしてですね、はい、切りかかった後に、勝敗を見るんですが、もし何々なら出なければというのを入れて、はい、制御にもし何々なら出なければというのをここですね、ここに入れて、P1 の方が P2 より少なければ、
P1 が勝利ですね。イベントでこれまたメッセージを入れておきましょう。新しいメッセージで、P1 勝利というふうに入れて、まれにですね相打ちというのがあるので、ここに出なければのところにもし何々ならというのを入れて、ここにイコールでですね相打ちの場合 P1 イコール P2 の場合は、はい、イベントで相打ちを送ると、はい、相打ちを送るというふうにしておいてください。そしてですね、はい、この P1 が、勝った以外の時は相打ちも含めて、はい、この打たれてしまうということになるので、コスチュームを変えたいと思います。でこの猫のコスチュームに行って、はい、このコスチューム2の方をですねこれ選んで、こうギューッと矢印で選んで、これをくるっとこう回転させます。回転させる。で回転させて少しですこう下の方にずらしてあげます。そうすると、はい、やられた感じになるので、はい、これがやられた方、まあ、コスチュームの名前もやられたにしておきましょうかね。やられたにしておいて、はい、で、コードで最初ですね、旗が押された時は見た目でコスチュームを、はい、コスチューム1にしておいて、 A キーが押されて、はい、もし、勝ったでなければですね、このでなければの中にコスチュームをやられたにするというふうにしましょう。これ試しにですね、はい、ペンギンの方を早く反応させたいと思いますが、こうですね、はい、こうするとペンギンの方が早く反応すると猫が、はい、やられたのコスチュームになるということになります。で同じことを、はい、このペンギンの方でもやっていくことになります。ではですね、ほぼほぼコード同じなので、このもしの部分をこれギューッとこう引っ張って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 、ここでペンギンのところで離すと、このペンギンの方にですねコピーされています。はい、コピーされるので、これをここにくっつけてしまって、でこの中身をですね改造していきたいと思います。でこの合図が P1 より小さければっていうところ、ここが P2 になりますね。で X 座標は左に動かすのでマイナス80ずつ動かすにして、でこれも P1 と P2 こう逆ですね。 P2 が P1 より小さければ、これが新しいメッセージで P2 勝利というふうにします。で、コスチュームのやられたがないので、やられたを作りましょう。でこれもミクリックで複製して、はい、コスチュームの名前をやられたにしてですね、ギューッと、はい、選んで、はい、ひっくり返して、回転させてひっくり返して、ちょっと下にポンと下ろすと、こうですかね。はい、これで、やられた感じになるかなと思います。はい、で、コードで旗が押された時は見た目を、はい、コスチュームをこのペンギン 2D ってこういうやつですねにしておいて、こっちの時はやられたでいいということになります。はい、で、でなければここ P1 フライングじゃなくて、新しいメッセージで P2 フライングというふうにします。はい、ここですね。でこれで基本的にゲームはできるようになったかなと思うので、一旦やってみましょう。はい、これでピコって出てこうですね。あ、これですね、すいません、 P1 が本当は勝ってるはずなのに相打ちっぽくなってしまったのは、はい、この P1 と P2 の初期値を入れてなかったからですね。はい、旗が押されたらの時に一番最初に、はい、このペンギンの方は P2 ですね、 P2 を、はい、10にしておきましょう。10だったら確実に負けるので、はい、反応しなかったら10ということですね。で、こっちの猫の方も P1 を10に最初しておきます。こうですね。はい、そうしておくと旗が押された時に最初にここの値が10になってるってことですね。はい、ここでこのように反応させると、はい、猫が勝ったらペンギンが倒れると。でペンギンが勝ったらこうですね、はい、猫が倒れるということになります。であとですね、まあこんなことはほとんどないんですが、はい、例えばもうペンギンが全く反応しなかった場合ですね、猫だけがこう反応した場合、はい、この時にペンギンは倒れなきゃいけないので、はい、それぞれ例えばこのペンギンの時はイベントで、
何々を受け取った時、これが、P1 勝利を受け取った時は、コスチュームをもうやられたにするっていうのを入れておいた方がいいですね。で同様に、はい、この猫の方にはイベントで、P2 勝利を受け取った時はコスチュームをやられたにするというのを入れておきましょう。はい、こうですね。そうすると、例えば猫だけが反応したら、はい、あ、これ今あれですね、ペンギンだけが反応したら猫が倒れましたねということになります。はい、ではあとは勝敗を作っていくので、はい、スプライトを選ぶで、はい、描くで、はい、テキストでですね、これは黒にしておいて、はい、で、何個か種類作っていきます。まずは猫勝者ですかね、勝者猫というものと、こんな感じですかね、こんな感じで、はい、で場所はこの辺りに置いておくといいかなと思います。はい、で勝者猫、はい、でも右クリック複製して、勝者ペンギン、はい、あ、これ中央揃えができないので、これは別で書いた方がいいかもしれないですね。別でペンギンというふうに書いて、はい、ちょっと大きくしましょう。こんな感じですね。勝者ペンギン。はい。で、あとは、というふうにですね、変えておいて、で、コードを書いていきますが、もうこれもイベントで旗が押された時は、はい、見た目で隠しておいて、で場所は、はい、X 座標をが、0、 Y 座標が、まあ、40でいいかなと思いますの で、 で隠しておいて、でそれぞれのメッセージを受け取った時ですね、 P1 勝利を受け取ったら、はい、コスチュームを、P1 勝利なので勝者猫にすると。で、同じように、あ、ごめんなさい、複製して P2 勝利を受け取ったら勝者ペンギンですね。はい、で P1 フライング受け取った時は猫フライング、 P2 フライングを受け取った時は、はい、ペンギンフライングですね。で最後相打ちを受け取った時はコスチュームは相打ちにすると。はい、これだけですね。はい、こう書くだけです。はい、こう書くと、はい、旗をします。こうですね。これで猫が勝ったら、あ、表示をするが言いますね。全部これ表示をするが抜けてたので表示がされてませんね。これよく忘れがちです。はい、表示をする。はい、こうですね。はい、もう一回やってみましょう。旗を押します。こう反応する勝者猫と、まあこんな感じです。で、ここら辺の、はい、変数はもう隠しておきましょう。はい、こうですね。はい、基本的なですね、ゲームの作り方はこれでおしまいです。あとはですね、このゲームのクオリティを上げる、まあ、コツを少し最後お話しできればと思いますが、はい、こちらが、完成版になっていて、ちょっと中身を見たいんですが、まずは背景ですね。この背景なんですが、この背景はですね、実はこの背景を選ぶの、はい、これですね、よく使うこのブルースカイ、これを改造してます。これを改造して、まあ、こんな風に作ってると。下の部分をぐーっと大きくして、はい、ここの部分、ここを山みたいに見立てて、このちょっと上に持ってきて、でここにですね、丸い、はい、太陽みたいなのを描いて、裏はグラデーションで作ってるっていうことですね。まあ、こんな感じで背景作ります。はい、であとはですね、この猫のコスチュームをこのポーズ1とポーズ2ですねっていうのを作って、
最初は、このようになってるんですが、ここから A ボタンで、これですね、ポンと。このように、この切りかかるようにしてます。ポーズ1とポーズ2っていうのを作ってます。で、このポーズ1とポーズ2っていうのを最初はポーズ1にしておいて、A が押された時はポーズを2にするっていう形にしてます。これペンギンも同じですね。ペンギンもコスチュームでポーズ1とポーズ2、こう1と2っていうのを作って、この切りかかるような動きを、ここにポーズ1、ここにポーズ2を入れてるってことですね。で、あとはですね、ここの合図のところに、一番最初にこの音のところで、これすべてスクラッチの中にある音なんですけど、この音をまず最初に流します。で、この音を流して、その後に、ずっと終わるまでこの波の音ですね、波の音を流します。この波の音ですね、この音を流します。で、あとは、この合図が出た時には、このバスケットボールの音ですね。このバスケットボールのデンっていう音ですね。これを入れて、それで、合図というふうにしてます。あとは切りかかる音ですね。切りかかる音は、それぞれ猫とペンギン、ここにクランチの音ですね。このクランチのポンっていう音を入れることによって、ゲームとして面白くなっているということです。で、あとは、こんな、最初にこういうやつですね。こういうやつと下側はこういうやつっていうのを入れて、これコードめちゃくちゃ単純で、旗が押された時に、この、ペンギンの方であれば、この右端に行って、そこから0.2秒で真ん中にギュンと来ると。で、こっちの方は左端に行って、左端が真ん中にグッとジョンと来るというような効果を入れることで、旗を押すとビョンって来て、で、デンとこの後鳴って、ドンと、これ例えば相打ちみたいな感じですね、になるという形になります。これでですね、今回の解説は以上とさせていただきます。リクエストいただいた方、どうもありがとうございました。他の方もですね、ぜひリクエストいただければ、このような形で紹介できるものは紹介していきたいなというふうに思います。これからもですね、いろいろなゲームのコードを解説していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。また今回の動画が役に立ったよという人は、グッドボタン、高評価いただけると励みになります。ではまた。